Borderline in Tokyo, the goddess of India and Japan. Shimareka Tokyo Me. Borderline in Tokyo 企画プロデュースの小山奈々子です。Borderline in Tokyo 舞踊家アーティスト小野まさこです。Borderline in Radio インドと日本の女神。本日5回目の配信となります。まさこさん、春ですね。桜ですね。桜ですね、はい。桜満開ですけど、インドは、桜は咲きますか？桜見かけたことないですね。多分ないですね。日本今どうですか？東京は。いやもうここは川の近くなんですけど、本当に川沿いに桜がもう満開でして、うんうん、散り始めてる状態で、うん、本当に美しいなと思いますね、うん、はい、いいですよね。で桜といえば最近私たち葉山に行ってきましたよね。桜が咲き乱れる綺麗でしたね。綺麗なお寺で、はい、はい、そこで実は、藤田一生さんと、雅子さんのワークショップがあったんですけど、これどんなような内容でした？実は私一回その藤田先生の座禅のレッスンを受けに行ったんですね。でその時にお相撲の四股踏んでる先生がそのワーミングアップで四股踏もうって言って、まあみんなで四股踏んでる時に、うん、あ、インド舞踊じゃないこれって思ってしまって、とてもなんか似てたんですよ。インド舞踊のどの部分？やっぱりその第一で足を踏みしめる部分なんですが、うん、その本当に基本のポーズをされていて、私はその先生のご指導でその四股踏んでいるんですが、あのいつもの自分の練習かなってこう思うくらいそっくり でそんな話をしたら、ちょっと見せてくださいっていうことで、あのインド舞踊を私のちょっと本当にちょっとだけお見せしたら、先生も驚愕されていて、うん、一緒じゃないみたいな、僕たち動きがね足とこう、はい、股を広げて、そうなんです、うん、それで大地へのご挨拶をあのオディシーダンスインド舞踊の練習あるいはダンスパフォーマンスの前と後に必ずやるんですけれども、はい、それはもう16、7秒の動作なんですが、それもちょっとお見せしたら、もう本当にその相撲でもそういう部分があって、まあ、もちろん相撲の場合は第一へのご挨拶ではないんですが、あの本当に似ていて、ぜひちょっと次回僕も習いたいっておっしゃられて、それでちょっとワークショップをした後に先生とあの対談っていう形でした。でも藤田先生と雅子さんの対談結構面白かったですよね。あの、まあ、そんなちょっと楽しいお話はまたちょっとどこかで、はい、その音源も流せればいいかなと思っておりますので、うん、はい、オディッシーダンス、そんな雅子さんの、ね、ずっとやってきたオディッシーダンスなんですけども、そのオディッシーダンスを新たに新しいパフォーマンスとしてやるという公演を私たち今取り組んでおりますかね。大変ですね。はい、あの、はい、小山さん寝てませんねあんまり。はい、はいはい、それでですね、うん、今日急なんですけども、はい、実はあのクラウドファンディング立ち上げました。イエーイ。何の？これはですね、7月18日に、はい、東京芸術劇場、はい、シアターイーストにて、うん、の公演、はい、への、あのご支援を皆様に賜れれば、はい、と思います。おります。はい、思っております。はい。そんなクラウドファンディングを、私たち3月31日からスタートいたしまして、うん、公演のご支援の方を、皆さんにお願いしたいということでやっておりますが、ちょっと私と雅子さんだけですとね、なかなかあの、ね、進みがポイントもポイントがねちょっと怪しいので忘れてしまったり、はい、
私たち実行委員のメンバーに、はい、あの大変優秀な編集のそうなんですよミスター N がミスター N 本当に優秀で、うん、ありがとうございます、はい、で今回クラファンも全て、はい、このミスター N に全部組み立てていただいてもらってるんですけど、はいはい、じゃあ実行委員の沼上さんに今日ご登場いただこうと思います。沼上さん、はい、よろしくお願いします。心の通りで、はじめまして、はい、ミスター N です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沼上純也さんです。はい、はいはい、で、沼上さん、はい、すいません、私たちですねボーダーライン in 東京という講演をするじゃないですか。はいはい。でもラジオの中で一回もこれについて説明したことがないんですよ、うん、思い返してみると、もう忘れてましたね一番重要な、もうね違うんですよ、はい、雅子さんのもうインドの話がインパクトがありすぎて、まあ、なかなかね、まあまあまあ、そうですね、講演までね、うん、行かない、たどり着かないんですよ今まで。確かに、はい、ただこれはあのこのラジオは、うん、はい、ボーダーライン東京のために、はい、スタートしたということで、はい、一番大切なところですので、あのそういうものはですね、はい、あのミスター N に託しましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。すごいものを背負わされてしまった気がしますがそもそもなんですけど、このボーダーライン in 東京っていうのは公演の名前ですよね、はい、7月にある、これってどんな感じの舞台なんですか。ボーダーラインというのは公演名になるんですけども、なぜボーダーラインというタイトルになったかと言いますと、日本語で境界線、はいはい、私たちちょっと境界線をテーマに 2,3 年ぐらい前からですかね、あのいろいろテーマに作品作りをしようということで取り組んできまして、ようやく去年本当は、アーツカウンシルさんの東京東京フェスティバルの助成金の採択をされまして、1年前ですね、2020年に本当は公演をする予定だったんですけれども、1年延びまして今年の7月に東京劇場のシアターイーストで公演する舞台となっております。雅子さんの踊りっていうのが一つの中心だと思うんですけど、今回見どころが踊り以外もあるんですよね。そうですね、まずは雅子さんの踊りに関しては、ずっと25年間オディシーダンスをもう極めていらっしゃると思うんですけども、そのオディシーダンスを生かしてさらに新しいパフォーマンスを発表しようっていうのが今回の目的です。でその中で、まあ、10年ぐらい私たちいろいろこう文化のことを調べたりとか工芸品を調べたり踊りの内容を調べたり神様のことを調べたりしていくうちに、あの衣装に使っているサリーのイカットというかすりの生地なんですけども、あのオディッシャ州の伝統工芸になってまして、そこがとてもすごく重要なポイントになっていることに気づきまして、あの3年4年ほど前に文化服装学院っていう学校があるんです、服飾の専門学校があるんですけども、そこの学生さんたちにその記事を、雅子さんの方から提供してファッションを衣装を作っていただいたら、まあ素晴らしい衣装がありまして、その衣装も一緒に今回発表できるようなファッションショーを組み込んだ舞台を考えてます。でさらにですね、雅子さんが新しい踊りを振り付けとともに、まあ、音楽もなんですけど今回作るんですが、それに合わせてデザイナーさんが、新しい衣装もまた作ります。乞うご期待って感じですね。乞うご期待です、はい、ちょっとゲストにもねきっとデザイナーさんたちも今後出てもらえるといいなと思ってますので、うんうん、聞きたいですね、はい、メイキングの様子とかも、はい、あとあれ今回はあのいろんなダンサーの人とかミュージシャンだったりとかジャンルだったりあと住んでる場所だったり超えていろんな方が参加するってお聞きしてるんですけど、はい、なんか今の時点でこういう人が参加するよって言える方とかいます？今回のこのボーダーライン東京は東京でこう進めていく中でいろんな人たちと出会って、その中でこういろんな対話があったり一緒に何かをしたりっていうの
ていうところから参加者も募っていこうっていう、そういう、まあ、プロジェクトで、なのでダンサーもこれから出会っていく人、あるいは、まあ、ちょっとオーディションみたいなものもするかもしれませんが、まあ、そういう感じなので謎なんですね。謎ですね。楽しみですね、はい、本当に楽しみ。今ちょうどもう本当に構成と企画をね、あのすごく頑張って作ってるところなので、あの一人一人のキャラクターがこういう人がいいな、人がいいなっていうのがだんだん見えてきた形ですよね、はいはい、うん、で今回ね、あれですね、ダンサーもそうなんですけど、演出にあのニューヨークの盲人のダンサーですね、うん、あの橋本真奈さんというダンサーさんが、うん、なんとオンラインで演出をコラボレーションしてくれるくださることになりまして、雅子さんとディスカッションしながらこちらの振り付けを一緒にしていただく予定です。楽しみ、はい、どんな演出なんだろう、ね、うん、今ね一生懸命いろいろやってますね。そうですね、はい、はい、それとあと音楽の方も、ピート・ロケットさん、イギリスのパーカッションの方ですよね、はいはい、そうですね、うん、ピートさんはパーカッショニストで、もちろん作曲もされていて映画音楽なんかも手掛けていらっしゃる、本当に私のとっても尊敬するミュージシャンの一人なんですけれども、今まで、いろいろ楽曲は提供してくださったんですが、今回はなんとこのボーダーライン東京のためにだけに一曲音楽を一緒に作ってくださるということになります。すごい。いや、かっこいいんですよね、ビートさんの音楽。そうなんです。はい。それで、まあ、いろいろこうやり取りをしながら、まあ、コンセプトとか、うん、あのお伝えしながら、うん、まずピートさんに曲を作って、まあ、リズムが多分中心になってくると思うんですけれども、うん、そこに先日ピートさんからもメッセージが来ていて、だいたいあとね数週間でまあ出来上がるので、その段階になったら今度は日本のミュージシャンたちと、うんうん、こう一緒にちょっと肉付けしていくというか、まあ、そういうプランになっていて、豪華ですね。超ですよね。はい、そうですね、日本のミュージシャンも今何人か決まっていまして、曲をそれぞれ作ってくださる方と、演奏に入ってくださる方と、ピアノの方とかいろいろ参加いただく予定です。そうですね、うん、そしたら、うん、クラウドファンディングのお話なんかもちょっとしてみましょうか、はい、ちょっとお願いします、うん、大事なところなんで、うん、ね、うん、はい、クラウドファンディング、まあ、いろんな会社があると思うんですけど、うん、今回どこのプラットフォームでクラウドファンディングするんでしたっけ、はい、すごいですね、大事なとこですね。そう、ここ ね、 ここね、違うところ見覗いてもしょうがないですからね。ですよね、うん、はい、今回のクラウドファンディングはレディフォーさんで、レディフォー、はい、イエイ、お世話になってます。お世話になってます。もうね、手取り足取り本当に丁寧にね、え、あんなにがっつり ね、 いただいても。ところで、そのクラウドファンディングの内容の一番見どころは、クラウドファンディングの見どころ、そうですね、クラファンの見どころっていうと、はい、あ、そうだな、さっきのお話にもあったんですけど、うん、今回のボーダーラインイン東京と、うん、まあ、それを作っていく、まあ、プロジェクト全体、ボーダーラインプロジェクトって呼んでますけど、うん、まあ、本当にいろんな方が関わって舞台を作り上げようとしてるわけですよね、うん、なので、そこに関わるいろんなクリエイターだったりミュージシャンだったりダンサーだったり、そういう方々のコメントを、クラウドファンディングがスタートした後も、随時もらって、アップしていこうと思ってるんです。そうだそうだ、ね、人によってはテキストのメッセージかもしれないし、うん、人によっては映像のメッセージかもしれないし、うん、それはいろいろだと思うんですけど、うん、ね、その中にはさっきお名前が出たような方々も出てくると思うんですけど、はいはいはい、ね、そういった、情報を日々アップデートしていく予定なので、はい、それは楽しみにしておいていただけたらいいかなと。そうですね、そうですね、いろんな人が関わってくださってますね、うん、なんかね、はい、先日もう
ピートさん、はい、先ほど名前出たね、はいはい、ピートさんからは動画のメッセージいただきましたけど、かっこよかったですよね。あれかっこいいんですよ彼は。ずるいですよね。ずるいですね背景からずるかったですね。確かに確かに。ロンドンから送ってくれたんですけど、寒そうでしたけどね。あ、そうですね、ちょっとね、みたいなね、いろんな、はい、すごいですね、いろんな人が来てくれるなんて嬉しいですね。そう、ね、ちょっとそういう動画見るだけでも、うんうん、ちょっとコロナでね、いろんなとこ行けない状況ですけど、うんうん、なんかいろんな場所のこと感じられるし、面白いかもしれないですね、うんうん、あと沼上さんのクラウドファンディングの中に映像も入っていますか、雅子さんの。雅子さんの映像、あ、踊りの動画がですね、そうですね、あのクラウドファンディングのプロジェクト紹介ページっていうのがあるんですけど、うんうん、その中でも、雅子さんが美しく舞ってる姿の動画がありますので、うん、ありますね、見ていただいてね、うん、YouTube チャンネルも立ち上げたんですよね。そうです、うん、いろいろ載ってますね、うん、YouTube チャンネル、うん、これからどんどん上がってくると思いますし、はいはい、ね、いろんなあの踊りの動画とかも随時上げていけたらって考えてますね。そうですね、はい、あとクラウドファンディングの流れでいくと、うん、いろんなリターンもあると思うんですけど、はいはいはい、今回どんなリターンが、リターンね、いろいろ考えましたよ ね、みんなで考えましたね、はい、本当にお気持ちでご支援していただけるコースから、ね、雅子さんのなんとダンスレッスンが受けられるコースから、いや私はもう体張ってきますからいやダンサーですから、はい、張っていただいて、はいね、あとはその公演にはゲネプロっていうのがあるわけです、はい、あの本番前の、はい、まあ、本番さながらのリハーサルって言ったらいいですかね、はいはい、そのゲネプロになんとご招待の権利付きのリターンとかがあったりとか、これはね、いろんな意味で緊張しますね。まあ、こちらはね、こちらいろんな意味でね、そうですね、緊張しますね。いやでも、うん、そのゲネプロを見れるのは結構その、まあね、ご興味のある方は少ないかもしれませんが、私はかなり見たいものですね。見たいですね、うん、興味あるところですね。だって普通にしてたら、はい、あの一般の人は入れない場所ですからね。そうですよね、うんうんうん、そういう生の空気とかを感じられるっていう意味では、うん、はい、本番以上に貴重な機会ですよね。そうですね、いや私たちちょっとね、緊張しないように、緊張しないようにこちらこそ緊張してしまうけど、ラジオの方が緊張しちゃうかもしれないで、はい、大丈夫でしょう、はいはい、なのでそんなリターンもいろいろありますので、うん、ちょっとコースとかあの金額とかを見ていただいて、もしいいなと思うのがあったらぜひよろしくお願いします。じゃあそんな流れで、クラウドファンディングは良いですかね、お知らせね、はい、じゃあボーダーラインの公演、ボーダーライン in 東京、はい、いよいよ7月18日発表になりましたけど、雅子さんちょっと意気込みを少し今日はお願いします。いや、うん、意気込みはあんまりそんなに、うん、こうティーネイジャー20代ではないので、はいはい、今までのやってきたことがこういろんな方と一緒にこういい感じで表現できればできるのではないかと思っていて、うん、でそのやっぱりそのボーダーラインって何なのっていうところで、やっぱりその自分がこう日本人、まあ、日本で生まれ育ち、まあ、その間まあ、留学とかもね、アメリカ留学とかも1年あったりもう失敗したんですけれども、インドに行ってもう本当に25年も経ってしまったんですが、そのインドで文化ダンスなどに触れながら、そしてその他いろんな国にも私公演で行ってるんですね。でやっぱり最初こうインドに住み始めた時は、ああもうインドだからって、であインドはこうだよね、インド人はこうだよねとかいろいろ感じていたんですが、結局こう日本にもちろんその時々で帰ってきていたん でそうすると あれこれインド人だけじゃなかったとか、日本人も一緒じゃんとか、あでもここはちょっと違うのかなとか、そういうことがすごく、うん、いろんなとこに行ってる、しかも長くいるとここが一緒なんだとか、ここがやっぱり
違うんだなとか、まあ、そういうのがすごく面白くって、ただそのもうちょっとお互いこのそのボーダーラインというかその境界線がある人同士でもお互いの世界に行ってみるっていうのがとてもいいんではないかと、面白いんではないかと、そしてとてもそうですね、そのボーダーラインをこう超えていったところで経験するものとか、うん、そこからなんか生まれるものが本当にあのなんて表現すればいいのかわからないんですけれども、そこをとっても大切だなって思うことがあって、うん、まあ、そんな思いもあるこのボーダーラインっていう名前なんですが、はいはい、じゃあ雅子さんにとっても新しい挑戦でもあるわけですよね。そうですね、はい、そういった意味でいろんな分野の方に、うん、関わっていただいて、もちろんね国籍は元より、うん、そのダンス舞踊のみではなく、うん、そういう衣装とかそういうさっきも話し合ったようにイカとかすりの生地ですとか、まあ、学生さんにもね作っていただいた衣装もあったり、あとプロのファッションイベントを手掛けていらっしゃる方がこう舞台演出をされたりっていうので、本当に皆さんにとって新しい挑戦、他分野とこう一緒に何かを作るという意味でとても素敵な舞台になるのではないかという、はいはい、楽しみですね、はい、予感がします、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日は素晴らしい助っ人がミスター N さん、沼上純也さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます、お邪魔しました。ありがとうございます、助かりました。 できれば毎回来ていただきたい、毎回来ていただきたいぐらいですね、もうちょっと視界変わるみたいぐらいに気をつけて、でもちょっとね頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ではじゃあ私たちもそろそろおしまいの時間が近づいてきましたので、はい、もう一度お伝えしたいと思います。ボーダーラインイン東京の公演のクラウドファンディングがスタートしました。3月31日から4月の30日までなっております。はい、ぜひ支援の方またよろしご支援の方よろしくお願いいたします。公演の開催日に関しては7月の18日日曜日、場所は東京芸術劇場シアターイーストになっております。はい、はい、出演者など随時詳細はホームページや SNS で発表してまいりますので、お楽しみにしてください。はい、ではクラウドファンディングの今日はお知らせでしたけど、はい、次回はどうしましょうね。今講演の内容ね、少しあんまりお話の方はしてなかったので、もしかしたらもうちょっと講演のさらに掘り下げたストーリーの話とかしてもいいかもしれないですね。はい、ではそんな形で今日は締めたいと思います。ボーダーラインラジオ、インドと日本の女神、お相手は小山奈々子と舞踊家アーティスト小野雅子でした。ムアスチーボーダーラインイン東京。